国のまほろば たなずく青がき山ごもれる山都市ちょっとせっかくだから動画を撮っていい？ああ、もちろんです。それでね、私 YouTube にアップロードする。大丈夫？大丈夫です。YouTube でね、皆さんの。ありがとうございます。まず自己紹介をしてください。はい、サンと申します。イギリスから参りました。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ、フィリップ。私はフィリップです。スウェーデン人です。スウェーデンから来たのね。いつ来たんですか、日本に。When did you come? 1ヶ月前です。あ、1ヶ月前ね。はい、で、これから日本語も勉強して。はい。はい。で、はい、中国から来たコウです。ガオさんね。はい、ガオです。はい、今、音楽の仕事をやってまして。音楽の会社をね。会社やってます。ね、はい。はい、じゃあ、飲んでください。はい、ありがとうございます。乾杯しよう。はい、乾杯。これで乾杯しましょう。はい。さんざん。あ、めっちゃいい。めっちゃいい音です。うん。じゃあ、乾杯。乾杯。乾杯。ありがたい出会いですね。うん。ああ、うん。すっきり。ね。ああ。ああ。気持ちいい？うん、気持ちいいです。少し疲れが取れる。今日結構長い時間かかりました。うん。明日はもうやばい。明日膝が？まあちょっと痛くなります。うん、痛くなる？まあ明日一日休んだ方がいいと思います。そう。もともとこれからサウナ行くかなと考えてる。大阪で？でも多分今サウナとか行ったら足はやばくなるんじゃないかと、うん、血管が爆発するんじゃないかあ大丈夫だと思うけどあれあれこれが崩れちゃったねもう危なかったあ危なかったね、うんうん、あ大丈夫ですこの本がねやばいんですよ
まあいいですいいです、すいません。まあ飲みましょう、はい、これはすごいです、面白いですね、これは。うん、かこう面白いよ、それ、うん、読みやすいし、はい、日本語がね、すごくシンプルに書いてくれてるから、はい、最近ずっとこの辺の、うん、この辺のトピックが結構気になりまして、うん、東洋哲学、うん、仏教とか精神論とか、あ、何でしょうか、あの自我の、うん、自我論ね、はい、結構面白いなと思いまして、うんうん、じゃあ哲学や思想や心理学、はい、うん、で、あの、もともと大学ではイギリスでは何を専攻したんですか？まあ、イギリスの大学で、心理学のことを、心理学を、サイコロジー、そう、音楽も、音楽の学院持ってます。うんうん、音楽の学位、そうなんです、そう、今勉強中です、心理学のことです。哲学も生物のことも、うん、とか興味あります。うん、でフィリップは、あの、大学では何を勉強したんですか？What subject did you study? フィリップはなんか大学で、勉強しなかったんです。会社入りました。会社に入って、どういう働き、ジョブをしたの？IT マネージャーです。IT、 じゃあそういうプログラムを作る。You make programs? I don't. プログラムは営業管理する側かな。管理する側ね。会社のシステムとかいろいろ管理と、なんていうっけ、管理、まあ守る側みたいな感じですね。で、ガオさんは中国では、そういう作曲とか音楽の勉強をしてたの？実は日本で勉強したんですよ。あ、日本で勉強したの。日本のどういうところでですか？専門学校で。専門学校でね、音楽の。はい。それ作曲方も。はい。演奏も。演奏は、あの、独学で。独学で。はい。で、楽器は何をやるんですか？ギターやってるんですか？ギター。うん。じゃあギター弾いてもらおう。あります？あるよ。まず、やばい。僕もちょっと弾いてみたいですね。はい、どうぞギター弾いて。うん、すみません、口に入る。はい、口にただ入ってる、すみません。ちょっと、久しぶりにギター弾いたんですけど、口に食べ物入ってる、ちょっと、ちょっとこれだね。じゃあ、サムのギターワーク。なんか歌える？まあ、どんな曲知ってる？どの曲知ってる？
あのガオさんは自分で作曲してるのね。そうですね。それで歌も歌ってる。歌はほぼ歌わないですか。あ、歌わない。じゃあ曲だけ。はい。うん、うん、彼は結構歌うまいですよね。うんうん。イギリスであのバンドとかやったことあると思います。うん、そう。今日一日山登りの後、多分喉が壊ってるんじゃないかと。うん、うん、I can't wait to take a shower. Yeah. One second. I definitely cannot go to the sauna.I don't know if it's for you, but every time if I go to sauna, I feel like my whole blood flow is getting too fast, and my knee will hurt. So especially now after the whole day, I feel like if I go to sauna, my knee is gonna blow. Some of it's just really dumb, and I love it when you sing to me. You can sing me anything. You can sing me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. And I love it when you sing to me. You can sing me.Sing me boxes, things we're all too young to know. I love it when you give me things. You wanna give me wedding rings. I love it when you give me things.You wanna give me wedding rings. You wanna give me wedding rings. Oh, good. じゃあ私がですね、ジャパニーズ楽器を。おお。かっこいい。
ストで演奏していますね。ちょっとここで演奏するから、ちょっと横に頑張って、こちらに座ってください。これがね、はい、石の笛、石なの、自然の、そう、ね、いや長い、自然に穴が開いてる、うん、お願いします。私が作詞作曲して絶対絶命というね、今 CD をプレゼントしようと探していたんだけど、しまってるところが分かんなくなって、今見つからないから歌いますね、その1曲目のやつを、その CD の絶対絶命の1曲目ね、はい、これねじれてるだいぶ。カンナラタマチハエマセカンナラ、カンナラタマチハエマセカンナラ、カンナラタマチハエマセカンナラ、岩陰よりしみ出してくる水を探して夢を探して向こう岸に渡る、向こう岸に渡る、夢を開いて、夢を開けと
た間違いませんこんならあんなあなた間違いませんそんなような曲なんだけどね。まあそのそれが3番まで続くんです。へえ。でいつまでも歌っていたいところですが、はい、あの帰りの時間が暗くなっちゃうので今何分？38分です。うん、ではもう、送っていくね。あ、そうそうそう。これを、はい、あんこちょっともらっていいんですか？うん、はい、ありがとうございます。あの、モナカというね、あんこ。あ、そうそう、もらってもらえていいですか？うん、これはかっこいいですね、モナカ。I took some sample. I know exactly what you were doing. Yeah, definitely gonna make a dubstep out of that. I know, one. I know exactly what you were doing. It's like that man is scheming. Gonna write a song. Where's your bag? Oh no, it's your hat. Oh yeah. Oops. Hey. Whoa. 何何？さっき、うん、さっき。これをちょっとこうレックさせていただきましたので、あ、もう大丈夫でしょう。いや、あ、あの、すいません、バスの中で。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこれもチョコレート。あ、チョコは、あ、一個だけでいいんです。はい、1個だけでいいんです。ありがとうございます。じゃあ降りていくね、お願いします。はい。あの道がね、はい、あの分からないと思うから送っていく。失礼します。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。はい。また近くに来たら寄ってください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。修学院の あの道バス停まで送っていくね。いや、すいません、たくさんもらってしまったんです。はい、じゃあ駅バス停に行きましょう。ちょっとあの体がリラックスした？確かに、リラックスしました。確かに。ね。おお、あの炭酸、ま、足まだ感覚ありました。うん、炭酸水を飲んでちょっと椅子に座って。確かに。ね、少しリラックスしたら。はい、足の感覚。リフレッシュしたでしょ？そう、リフレッシュしました。うん。ありがとうございます。はい。私はね、はい、916回登ったんだけど、あの、コロナになってから、はい、あの YouTube をやり始めて、その山に登ったのを動画で少し記録をして、うん、で動画をね、比叡山チャンネルというチャンネルを作って、そこにあの東山修験道というのを載せてるわけ。まあ、そういうような形で、比叡山に登った記録をね、動画を撮ってるんですよ。で YouTube にアップロードしてるわけ、はい、で今日のやつも今ここの記録もね、ありました。あった比叡山チャンネル、はい、ライブあるでしょ、東山修験の。そう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 、本当だ、うん、そういうのをね、はい、やってるんで、今日は皆さんととにかく一緒に歩いたところも記録としてね、はい、懐かしい。YouTube でガオさん出てくるよ。ガオさんの曲を聴くのが、ね、できなかったんで残念だけど、また次の機会に、はい、また今度ここに寄ってきました。ちょっとノックさせていただきます。うんうん、そうしてください。で、この辺はね、割とこう
仲の良いっていうか知り合いの人があちこちにいまして、うん、この辺のね隣近所の付き合いがあるんですよ。それでそこにねお地蔵さんがあるんだけどね、うん、京都というのはそのちっちゃいお地蔵さんが辻々にあってね、うん、地蔵盆というお盆あの子供が、はい、あのお化粧をお地蔵さんにするんです。そこを見てください。ここちょっとお化粧してでしょ、白っぽく顔にね、こうお地蔵さんで子供を守ってくれるとか、その地獄に落ちた人も救ってくれるという仏教の、まあ、神様仏様なんですよ。気をつけてくれます。その神様仏様をね、あ、そうなんです、うん、あの8月の暮れに子供たちがあの化粧を直して祀るというそういう風習があります。お祭りが、はい、Are you doing a YouTube channel? Finished?サオさんとあのサムさんがね、はい、ECC ってあの英語の学校だよね。そう、英語の専門学校です。英語の専門学校で出たのね。あの日本語の専門学校です。あ、日本語なの ECC、はい、最初はそこで日本語勉強されました。ああ、そっか、そこでね、はい、出会ったの8年前にね。大阪、はい、うん、で当時にもう一人の友人がいまして、うん、その人の友達が、あ、フィリップ、はい、おで、うん、この友達が、うん、大阪面白いよ、来てって、うんうんうん、行ったらフィリップ来たんですよ。うん、そう。じゃあ割とみんな大阪好きなのね。そうですね、やっぱり大阪に来たら大阪派になってしまう。うん、大阪弁だね、ちょっと。あります。うん、お、ちょっと大阪弁だ。発音もそうだね。大阪弁でちょっと喋ってよ。いや、なんかこう、あかんよ。いや、わざとやろうとしたら逆になんか、なんでない、うん、自然に喋る、喋ろうとしたらもうこういう感じなんですよ。あかへんで。そう、大阪弁と京都弁結構違うんじゃないですか、ね、ちょっと違うね。まあ関西弁だからアクセントは同じだけど、はい、うーん、大きにとかっていうのは同じだけどね、うん、ありがとうね、大きに。あとはエレベーターの登り方もちょっと違うんじゃないですか、ね、うんうんうん、どっちを登るか。大阪は多分全日本で唯一の右側じゃないですか、うん、そう。京都に来てそんな遠くないんですけど、みんな左側ってちょっと驚きます。うん。そうね。それはちょっと違うよね。東京も左だよね。そうですね。だからなんかこう全日本は左側かもしれませんけど、うん、大阪だけで。大阪だけはちょっと違うね。なんやろうって。うん。そこは独自でいいんじゃないの、ユニークで。もうちょっと左行って。How's it going, bro? Keeping it. Keeping. I am. Falling asleep. Oh, I'm passing out. So, what's your idea for dinner? Banh gohan, 何食べる？どこで食べるの？うん、大阪まで。今から。京都駅で。どうでしょう、うん、まだ全然若い。今考え中でございます。あの京都駅のプラットホームのね、あ、確かに、あの大阪に方面に行くところの、はい、そうね、あの後ろの方に、はい、あの
プラットフォームの中にうどんとかそばとかを食べるとこある立ち食いだけど、あ確かに結構安くて美味しいよ。実は昼ご飯ラーメン食べてたので、あ晩ご飯のうどんは多分あれかなと。あご飯も食べたいか、ご飯かお肉かなっていうところ。そうしたらね、はい、そこにバス停教えるから、その左側にね、はい、まあ歩いて3分のところにね、怪力屋という、あそうか、ラーメンをお昼に食ったのね。大丈夫です、自分で何とか見つけるはずです。見つけるよねまあ駅たどり着いたら誰か選択肢いっぱいあるんじゃないか。あるね、うん、まああの京都のなんかうまいもの何がおすすめでしょうか。京都の美味しいもの、はい、そうね、安くて美味しいものってなると、はい、なかなか難しいね。そこ右側、そこちょっと行ったとこバス停、そこね。あとはもう JR 行けるんですか。一本で修学院、修学院道、このバス停ですか。そのバス停ね、京都信用金庫の前、そこで、はい、あとちょっと待ってると、はい、京都駅まではもうここまで来てるから、はい、もう間もなくバスが来る、はい、あと一駅でバスが来る、あと3分、京都駅までは約50分、50分なので今なんかここから正直what's in your mind? Because I think if we walk a little bit, we can get a faster place where it takes like 30 minutes. Just what we did on the way here would be the same 30 minutes. なんかもうちょっと歩けるんで、多分これじゃなくて、あの来たところのあの JR のところ、そう駅まで行く。JR はない。ここ JR ない、 JR じゃない、 JR じゃない、 地下鉄、 地下鉄で、 地下鉄で行ったら、うん、地下鉄はね、うん、遠いんだよ、歩いて30分かかる、ここから20分もかかる。あの地下鉄松ヶ崎駅ね。そうなんです、そうなんです、松ヶ崎駅までは20分かかる、ここからは。うん、まあでもこの道一本だから歩いたらそんなに遠くはない。こっちにお前大丈夫、ウォークで20分、うん、じゃあそこ、その信号をずっとまっすぐ橋を渡って、はい、じゃあ案内してくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます、すいません、はい、じゃあさよなら、はいはい、さよなら、じゃあ、うん、じゃあゆっくり気をつけてください、ね、はい、はい、さよなら、ございます。化粧地蔵、今日祭りなの。六芒星系。今日は鷺の森神社も八大神社もお祭り、宵宮祭ですね。5月4日宵宮祭で、5月5日午後1時からおみこし、剣、鉾、信仰、まあおみこしが出る行列ですね、子供たちの。もうある宇治子祭り、私も宇治子の一人で、八大神社の方も鷺の森神社も同時に開催。祭り始まってるね。神楽が音が聞こえます。7時から祭りだからね。
君